ようございます。ひょうちゃんです。今日は4月の16日金曜日です。やっとね、金曜日まで来ましたね。なんかね、今日ね、天気がね、なんかもうちょっと大丈夫なのかなと思ってたんだけど、なんかパッとしなくて、ちょっと小雨がねパラパラ降ってるんですよ。で、ちょっとカメラの位置が悪いんで、もしかしたらちょっとね、水滴がついたらごめんなさい。今日もひょうちゃんの雑談にお付き合いください。でね、まあ今日ね、あの撮影した分では、本当はね、明日撮影しようかなと思ってたんですけど、明日がね、なんか今んとこね、降水確率が 100% なんですよ。マジですかっていう感じでね。なのでちょっと雨がね、ひどいとね、ちょっとね、撮影ができないので今日撮っています。で、明日土曜日なんですけど、一応ね、その夜には雨が止むんじゃないかっていう話もね、出てるんで、一応ね、明日ね、淡路のパーキングで、ナイトミーティングがあるんですよね。で、そちらの方ね、撮影に行こうかなと思っています。まあ、あんまりね、土砂降りにならなかったらいいなと思うんですけど、その辺ね、ちょっと微妙ですよね。まあでもね、ここんとこなんかね、イベントとかもなかったので、できたらね、行って撮影していきたいなとか思ってるんですけど、あとはもう天気次第ですね。一応昨日もね、そのイベント開催のね、主催の方には確認したんですけど、一応雨でもやるよっていうことだったんで、一応明日は、朝だけ仕事して、でその後にまあ淡路の方に向いてとことこ行こうかなと思っています。もしね、撮影できたらね、また来週とかね、お届けできたらいいなとか思うんですけどね。まあやっぱり雨降ってきますね。今日降らないって言ってたのにね、ちょっとショックだな。まあでも降り出しが早かってね、明日早めに止んでくれたら嬉しいんですけどね。ナイトミーティングなんで、一応夕方からなんで、夕方にはね、ちょっと雨が収まってくれたらいいんだけどなと思って。どうですかね。まあね、そんな感じですかね。で、ここのとこね、動画とかもね、ちょっとね、ずっと1日3本ペースで来てたんですけど、今日からかな、ちょっと2本に減らしてます。なので、まあ、ちょっとの間ね、2本ペースで行くかな、まあ、その辺もまたちょっと分かんないんですけど、まあ、もしかしたらね、また3本になるかもしれないんですけどね。まあ、あとは撮影の具合とかですかね、と思います。どうかな。なんか日曜日にね、まあ、私は大阪の茨城なんですけど、関東の方のね、茨城の方でもなんかイベントとかあるみたいで、いいですよね。日曜日は一応晴れマークついてるんでね、あ、皆さん楽しんで来られるんやろうなっていう気がするんだけど、大阪ダメですね、本当ね。まあそんな感じかな。なのでまあ一応ね、明日、今日明日ね、週末のお仕事の方ね、皆さん気をつけて頑張っていきましょうね。で、なんか昨日もね、家帰ってから夕方とかね、ニュース見てたんですけどね、やっぱりなんかコロナがね、結構多いですよね、感染してはる方ね。だからやっぱりなんかその辺もなんかちょっと不安なところはあるんですけどね、もうちょっとなんか収まってくれたらいいのにね。あれ、なんか昨日もだからワクチンの接種がどうのこうのみたいな内容のことやってたんですけど、ワクチンだけでいいのかなっていう気はしますよね。まあ、その辺はなんか何とも言えないですけどね。まあ、結局はまあもうちゃんとね、緊急事態宣言出してくれてね、ビチって封鎖してしまえば
コロナも減るんだろうけど、またある程度減ってね、解除になったらまた増えてくるし、なんか根本的なものをなんかね、考えないといけないのかなっていう気もするけど、でも友達とかが言うには、まあ当分の間コロナっていうのは消えないんじゃないみたいな、多分収束はしないよって言ってはる人もいるんでね、なんかそれもなんかちょっと微妙なんですよね。なんかどん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 、なんかテレビでもやってたけど、今のコロナってあれなんですよね、なんか感染者が増えてくるとどん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 変異していくみたいですね。だから今のなんかよくテレビでやってる変異株ってやつ、それもまた例えば来月とか再来月になったらまたそれが 変化するっていう風になっていく可能性があるみたいなことも言われてました。テレビ見てたんですけど、もう本当にね、あのお互い気をつけていきましょうね。まあ、気をつける言うても本当にね、予防も限度があるんでね、こればっかりはね、予防しててもかかる人はかかってるみたいだし、なんかその辺はね、ちょっとよくわからないです。とりあえずね、皆さん体調に気をつけてね、お仕事も頑張ってくださいね。そしてまあ明日からね、まあ土日、まあ週末ね、あの私明日は多分ひょうちゃん日記録画撮影しないと思うんですけどね、皆さんいい週末を過ごしてください。それではね、今日も最後までご視聴ありがとうございました。またね、機会があったらね、撮影していこうと思っています。よかったらまた見てください。それではまた会いましょうね。じゃあね。